あ、横田さん、あ、今やってたのはそのリコーダーのその練習というか、まあその、そのだから今やってたのはその僕のそのリコーダーのこのヘッドの部分とこの横田さんのリコーダーのヘッドの部分を交換してた。いや戻してって。いやそれはあのあんまり意味がないかもしれない。いやだからその僕のリコーダーのヘッドの部分もう横田さんのじゃないんだよね。その僕のリコーダーのヘッドの部分その木下くんのやつなの。で木下くんのリコーダーのヘッドの部分が渡辺さんのリコーダーのヘッドなの。で渡辺さんのリコーダーのヘッドが田中さんのリコーダーのヘッドなの。で田中さんのリコーダーのヘッドが長谷川さんのリコーダーのヘッドなの。で長谷川さんのリコーダーのヘッドがその横田さんのリコーダーのヘッドなの。だからあの交換してもちょっとあんまり意味がないかな、うん、いや僕さその今クラス全体のリコーダーのヘッド交換してんの。なんでって。いやそれはそのこの学校さ結構新学校じゃん。でみんな結構勉強ばっかりしてて、でこのクラスもみんな勉強ばっかりしてて、でみんな仲良くもないし悪くもないじゃん。まあ言ってみたらまあ人間関係が希薄じゃん。だからそれがなんかちょっと悲しくて寂しくて、でもその僕こういう性格だからみんなの前に立ってクラスを一つにするみたいなことはできないから、せめてもそのクラスのリコーダーのヘッドを入れ替えて総当たりで間接キスさせれば僕の中だけではそのクラスが一つになる。だからまあこれは僕の個人的ななんか人類補完計画というか。だからその音楽の前の日はこうやってみんなのリコーダーこう交換してる。あでそれでなんだけど、あの今日それがその一巡するの。明日の音楽の時間みんながみんな違う人のリコーダー舐めてる状態になる。あだからあのこれ見てほしいんだけど、これこの僕がこのリコーダー交換する前のこのクラスの相関図ね、一応あの実地で調査してみたの。でそしたらその全然関係性ないじゃんこのクラス、薄いじゃん。だけど僕がこの計画を完成させたらこうなるんだ。めちゃくちゃすごくない？だから次の音楽の時間すごいことになり、みんなが一斉にリコーダーでエーディルワイス弾くときの一体感、集団が一つになるときの高揚感、正直言って組体操の日じゃないと思う。だから僕の計画はその関節キスの先にあるこのハーモニーを完成させることなの。どう？すごくない？あんまりピンときてない感じかな。あじゃああれ、あのこれは例え話というか、まあ、あるあるなんだけど、その合唱コンクールあるじゃん。で合唱コンクールでそのすごい合唱の後にこう会場中がこう拍手で包まれて、で父兄の方とかもこう泣いてて、で全体がもう一つになってる時に思う、あこの今合唱してる生徒たちが15年前みんな産婦人科でシャッフルされてたら今もっとすごいのになーって思う。あれどう？まだピンときてないかな。あ怒ってたの？あなんで怒ってんの？自分勝手な理由。えこれが？いやそれは違うでしょ。だって僕だってあんまり好きじゃない人のリコーダーとか舐めてるんだよ。自己犠牲してるんだよ。てか第一そのクラスを一つにしたいっていうのがその自分勝手な理由かな。テロリスト？えこの行為がってこと？いやそれは違う。だって僕は正義のためにやってるんだよ。ねえ正義のため。あ違うの。あこれがあそうだこれも
テロリズムか。あ、正義のためにやることがテロリズムだ。あ、ごめん、あの横田さん。あ、それはあの横田さんのその言う通りだったかもしれない。いやだから僕はその仲良しテロリストだったかもしれない。え、その何クラスのみんなに言うの？え、あ、それはあのちょっと待って、え、このリコーダー抜け言うんだよねみんなに。いやそれはあのやめた方がいいかもしれない。いやだからその横田さんがその変な正義感でそのクラスがパニックになるかね、僕がこの明日この真のクラスを一つにする計画、どっちがクラスのためになると思うね。それでも言う？あ、言うんだ。まあでもこんなこと言っても、うん、こんな陰謀論誰も信じてくれないと思うけどね、うん、あでもああれか、でもあもしこの陰謀論があ信じられて、まあみんなが僕の敵になって、で、あ、みんなが、あ、そっか、みんなが敵になって、まあ、クラスの人が、あ、クラスが一つになれば、あ、まあ、それはそれでいいか。